ウェーン、僕ちゃんの支持率が下がっちゃったよ。僕ちゃんの支持率が下がるって、お前らは仕事をちゃんとやっているの？はい、働き方改革の範囲内で頑張っております。こうなったら、立憲民主党のスキャンダルをほじくり出して晒そう。中村至る、スキャンダルは見つかったか？立憲民主党のスキャンダルはないです。お金も選挙の投票の違反も全くありません。立憲民主党は敵ながらあっぱれです。ウェーン、ウェーン、僕ちゃん、悔しい。なかったら作れ、いいな。古い事件でもいいんだよ。立憲民主党の葛飾が5年前にエッチをしましたが、いくらなんでも5年前のことです。伊藤詩織さんを強姦した山口隆之と比べると、高校生のエッチ、そのくらいですが。よし、葛飾の話を大きく大きく膨らませ。くだらん、膨らませならば、百と直樹を使え。中村至る、僕ちゃんの支持率を来月までに回復させろ。わかったな。かしこまりました。葛飾の5年前の話を、百田直樹に命じて、膨らませます。産経新聞、読売新聞、新潮社、週刊文春に、情報は渡しておきます。では、謀略を、始めます。